皆さんこんにちは。手話通訳士の谷内です。今日も私と一緒に1日1分で気軽に手話を学んでいきましょう。さて、第12回目は指文字の家業です。今日は家業を覚えていきましょう。かきくけこ。では一緒にやってみましょう。かきくけこ。今日も福祉総務課の川村さんに来ていただきました。よろしくお願いします。お願いします。では一緒にやってみましょう。かきくけこ。もう一度。かきくけこ。指文字のあ行とか行を学びました。ここで練習です。野々市市特産のフルーツであるキウイ、これを指文字で表してみましょう。きうい、正しく表せましたか？指文字は手の形が似ている場合もあります。表す方向や手の形が違うと意味も違ってくるので、しっかり覚えていきましょう。では川村さん、いかがでしたか？くとこの違いが少し難しかったです。はい、本日は指文字の家業を学びました。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。